おはようございます。ゆきちゃんでございます。いや、今日は大阪の、リーガロイヤルというホテル、まあいつも、常宿にしてるホテルですけど、そこから皆さんとご挨拶します。昨日まで、岡山のブルークさんで、まあいわゆるそのトークショーというか、まあトークをしながらトランクショーをやらせていただきました。まあ岡山市内もさることながらいらしていただいたのは、確か広島から、あと淡路島から、まあ遠いところだと島根県の出雲ですね、3時間半かけて、まあ、いらしていただいた方もいらっしゃるし、まあ、岡山の、まあ、県北という北の方に、真庭っていうところがあるんですが、まあ、真庭の方であるとか、あと瀬戸内にも面している、まあ、造船の仕事をやってらっしゃるという、玉野というところからもいらしていただいたり、まあ、本当に皆さんと、まあ、直接お目にかかれて、直接お話して、まあ、やはりまあ、皆さんのコメントにもいただいている、そのクラシックをそれぞれが極めたいけど、どうだろうっていうのはですね、昨日は、まあ、ブルークさんの方に、まあ、30年もののコットンスーツとか、25年着てるスーツとか、まあ、とにかく私の着てる古いスーツを、そこそこ持っていきまして、まあ、それを実際皆さんにこうご着用いただいて、で、やっぱりこんな感じになるんですよと、25年着ると、30年着るとこんな感じになるんですよというようなことを まあ、お話しながら、まあ、楽しくやらせていただきました。まあ、お越しいただいた方、どうもありがとうございます。また、7月の後半ぐらいにやりたいと思いますんで、ぜひ、お目にかかりたいというふうに思います。まあ、やっぱり、トランクショーっていうのは、ただ、まあ、スーツ作っていただければ嬉しいなっていうことよりは、私の思いとすれば、まあ、各地域の方々と直接会話して、で、やはりそのお困りになっているところ、相談事、またまあ、いろいろなことの情報はある程度ご存知だけど、まあ、実は正しく知らないよねというようなところですね、まあ、できるだけ皆さん方に分かりやすくご説明する場所として、トランクショーをやらせていただいています。まあやはりこういうことを、まあ、今回3回目なんですけどね、やってみて、やっぱ皆さんがどういうふうにお困りになっているのか、どうしていきたいのか、そんなことがよく分かってまいりました。さてさて、今日はサウリーもですね、やはり、このコロナウイルスでちょっとマスクをして、まあ、冗談じゃないよというふうに、まあ、おっしゃられる方もいると思いますけど、マスクをしております。じゃあコメントをですね、また、お答えしたいと思います。最初にですね、ハーティッシモさん、まあ、何回か、コメントいただいてるのかなと思うんですけど、ゆきちゃんお疲れ様です。ゆきちゃんがお持ちのたくさんの、書籍の中から紳士のたしなみや考え方など、フォルツァ世代、もしくはさらに若い世代がクラシックを学べるおすすめがあればご教授くださいというご質問です。現在の入手できるものがありがたいです。よろしくお願いいたしますというご質問です。まあ、特にやっぱりクラシックを学べるっていうことなんですけど、まあ、もちろん服のクラシックもあるんですけど、なかなかやっぱりクラシックって言っても非常にこう幅が広いですよね。ですからその中で一つは服のことを基本的に、まあ、いわば服のクラシックを知っていただく、まあ、義務教育的な本はですね、何年か前に私が書きました、いわゆる電子書籍、朝新聞の朝新書のところは売ってますけど、まあ、男の粋を極める、装いの歳時記という本です。男の粋を極める装いの歳時記、これは、まあ、ネットでご購入できますんで、ぜひ読んでいただければなと思います。比較的こう、噛んで含んで分かりやすく、書いたつもりでおります。まあ、これは4、5年前に
朝新聞に2年ほど、ずっとこう連載をしたものをですね、ダイジェストしてまとめたものです。まあ、それ以外にまあおすすめの本もとにかくいっぱいあるんですけどね、まあ、おすすめしたい本は、塩野七海さんという方がお書きになってる、これは文藝春秋から出してると思うんですけど、男たちへという本があります。男たちへ。まあ、男たちへは、と、まあ、もう一つは、男たちへみたいな、まあ、二つあるんですけど、まあ、最初のですね、男たちへっていうのは、イタリア男とイギリス男の、クラシックというジェントルマンはどういうものか、みたいなことが、わかりやすく書いてあるんで、ぜひお読みいただければなと思います。まあ、日本の中でも、まあ、もちろんいろんなことがクラシックっていう中ではいろんな書き方をしてます。まあ、例えば食べることなんていうと、大体私はまあ勉強させていただいたのは、池波正太郎さんの本の中の、まあ、食べる本がいっぱいございますんで、ちょっと本屋さんで、立ち読みして読んでいただければなと思います。あと、まあ、映画ですよね。映画もまあクラシックを学ぶというので、第一候補は何かなと思って考えたんですけど、やっぱりイギリスの映画で「炎のランナー」っていうのがあります。「シャリオット・オブ・ファイヤー」という本ですけど、まあその「炎のランナー」あたりは、まあ、ぜひご覧ください。まあ、スコットランドを舞台にした、まあ、ちょうどオリンピックの前のいろんな、まあ、物語ですけど、まあ、クラシックってのはこういうことだなということが学べるかなというふうに思っております。次にご質問はですね、シャープシャープさんで、ちょっとお名前が分かんないんで、名前書いてね。こんにちは。ダブルブレストのジャケットにはどういったネクタイの巻き方がいいでしょうか。まあ、巻き方、今日私も、コーデュロイのロイヤルラインのジャケットに、まあ、プレーンノットでネクタイは結んでます。白シャツにグレーの、フォックスブラザーズのフランネルのトラザースです。まあ、ちょっと仕事で、まあ、昨日まではスーツでしたけど、まあ、少し気分変えてジャケットにしようかなと思ってジャケット着ておりますけど、まあ、ネクタイの結び方が、ジャケットだからこうだっていうのはないですよね。まあ、むしろそのジャケットがどんな素材か、まあ、ブレザーでネイビーなのか、ブラウンなのか、もしくはベージュなのか。まあ、そのジャケットに対してネクタイをいつも申し上げるように色をどうかぶしていくかというところの方が重要で、巻き方についてこれじゃなきゃいけないっていうのはそんなないと思います。まあ、人によってはまあフルウィンザーノットで結んで少しここをごつくするなんていう方もいらっしゃるでしょうけど、それはまあ表の生地と、まあ、ネクタイのノットという結び目のバランスで決まってくるということだと思いますんで、そういうふうにご理解ください。はい。次のご質問は、西澤勇樹さん。なかなか勇気ある。まあ、ちゃんと名前をですね、きちっと出していただいて、コメントいただいてます。この動画でっていうのは、まあ、先週の動画だと思いますけど、お召しになられている、スメドレーのニットを20年着ているとおっしゃっていましたが、ケアなど具体的にどのような方法でされていますか？毛玉など繰り返し取り除いているのでしょうか？いや、まあ、ジョン・スメドレーの中にもですね、まあ、一つは、いわゆるそのウーステッドと言われる、まあ、いわゆる素毛の意外とこう毛のか、毛羽立ってない、クリアなやつがありますよね。これがまあ大体まあ長持ちします。で、いわゆるその、まあ、ウーステッドの中でも、こう、毛羽立いて、今おっしゃられる、毛が立ってるような生地があります。で、まあ、何年か前のスメドレーで、カシミヤのスメドレー買ったんですけど、大失敗しちゃってね。まあ、切れば切るほど、どん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 毛玉になっちゃって、ガムテープかなんかでバリバリ剥がすんだけど、まだすぐなっちゃう。で、気がついたら結局毛がなくなっちゃう、みたいなことがあるんで、まあ、あんまりその毛羽立ち物のスメドレーは私的にはお勧めしません。まあ、クリアな素材で、まあ、前回多分グレーを着てたと思うんですけど、グレーであったり、ネイビーであったり、まあ、ある時は黒であったり、まあ、もしくはもちろん茶色ですね。あとベージュだとか。
まあ、そういうベーシックなカーディガンであったり、まあ、V ネックであったり、まあ、いわゆるラウンドネックのニットがいいと思いますけど、まあ、ケアに関しては、やはりその毛羽立っちゃうものについては、まあ、これはスメドレーに関わらず、どんなものでも結構あります。で、最近やっぱりこう非常にそのピリングというんですけど、毛玉になってくるとなんとなくこう脇の下とかこう気になりますよね。ですから、まあ、あんまりそういうものじゃなくて、シェットランドのニットあたりはあんまり毛玉にならないです。で、仮になったものでも私の場合はあんまり気にしません。まあ、それはそれだよねということでですね、まあ、しょっちゅうなんかそこを神経質に取るという必要もないのかなというふうに思います。また今日の夜は、東京に帰り、かじがやに帰りますんで、明日の朝はまたかじがやから皆さんとお目にかかりたいと思います。それではまた、アドマーニ、チャオチャオ。